ゴーカーチャンネル。はい、今回は大変お待たせいたしましたと言わなきゃダメなんですが、アウディの A3 の新型を試乗します。まあ、以前実はライブ放送で、簡易インプレッションみたいなのは撮ったから、まあいいやと思って、あんまり焦ってなかったっていうのもあるんですけど、それにしてもちょっと遅くなっちゃいましたね。ちゃんと今回は A3 スポーツバッグの、今回乗るのは 30TFSI という一番ベーシックなグレードですね。この車に乗ることにしました。で、まあ、A3 ももう随分歴史の長い車なんですが、まあ、今回のモデルでやっぱり大きなところはパワーユニットでしょうね。マイルドハイブリッドのパワーユニットが搭載されることになって、まあ、アウディは最近マイルドハイブリッド随分増えてきたもんですから、別にびっくりするほどのことでもないんですけれども、まあ、実際に今回大きなのは1リッターのガソリンエンジンに48ボルトのマイルドハイブリッドが組み合わされているというところなんですね。で、前は他の A4 とか他のモデルでは12ボルトのマイルドハイブリッドだったのが48ボルトになったことで、より、電気での仕事が増えたというふうに言えるわけです。で、まあ、実際にこう乗ってみるともう本当にアウディだなと、なんかすごく感激するすごいところがあるかっていうと、まあそうではないんですけれども、でもやっぱりアウディらしい上質感、質感の高い走り、そういうところはいいなというのは改めて思うところであります。で、このエンジンは先ほど申し上げた通り直列3気筒ですね、直列3気筒の1リッター。この C セグメントの車が3気筒の1リッターで走るっていうのは、まあちょっとびっくりなんですけれども、まあそれにもちろんターボがついていて、それにベルト駆動式のマイルドハイブリッドになっているというわけであります。で、最高出力は110馬力、最大トルクは200ニュートンメートルということで、まあエンジンの出力を見ると、まあ110馬力だからまあそんなにはびっくりもしないし、まあトルクはね、でも200ニュートンメートルあるというのは割と大きいところかなと思います。実は今走ってますがエンジン止まってるんですね。これがマイルドハイブリッドの大きいところなんです。惰性で走っているとき、パワーを必要としないときにはもうエンジン止めちゃうというのがすごいところです。で、さらにアイドリングストップに入るのも時速20キロぐらいからもう、アイドリングストップに入っちゃうんだそうで、そのあたりもやっぱりこう乗ってみると新しい感じがしますね。で、今日実は Q2 と一緒にこの車撮影に臨んでるんですが、 Q2 の方は1.5 リッターのターボで、それは普通のですね、マイルドハイブリッドではない、まあ、新開発のエンジンなんだそうですけれども、普通のものだったもんですから、そのエンジンが途中で走行中止まるなんてことはなかったんですけれども、これは、そういうところも止めてしまってマイルドハイブリッドの力を借りながら走れるというところはやっぱなかなか魅力的なもんだと思いますね。で、やっぱりこう今加速体制に入っ加速体制と言いましょうか、信号待ちから走り始めた時も、多分これやっぱり電気の力大きいのかもしれませんね。エンジンをほとんど効かせずにぐいぐいと加速していくというところはやっぱりすごいいいなと思いますね。例えば今前にトラックがいるもんですから、ここからちょっと加速して抜かそうと思いますね。1リッターのエンジンとは思えないぐらい 低回転からぐいぐい大きいトルクを出します。で、これはまあ元来エンジンも大きいトルクがあるエンジンだとは思うんですが、マイルドハイブリッドの力というのも大きいかなというふうに思います。今、60キロぐらいで、走っているんですが、今メーターで
見えてますかね。D の A と出てます。これ今エンジン止まっている状態なんです。アイドリングストップに入っている状態。エンジンかかっていない状態です。これ惰性でこうやって走っちゃうんですね。だからこの間は燃料を全く食わないもんですからいい。で、ここから例えばちょっと加速したいなと思ってアクセルを軽く踏むと、もう今エンジンかかりました。こうかかったのが全然わからないんですね。これがやっぱり、そのアウディのすごいところだなって毎回感心するんですが、止まったかどうかもわからないし、今も止まってるんです。止まってるのもわからない。加速しようと思ってアクセル踏んでもエンジンかかったかどうかわからない。それが音でもわからないし、振動でもわからない。このね、まあ、なんて言いましょうか、宣伝させ方なんかはすごい大したもんだと思いますね。だこう運転楽だと思いますよ、この車。これぐらい低回転からトルクあるし、ちょっとこの車の車両重量がどれぐらいだったかをちょっと事前に見るの忘れちゃったんですが、エンジンが1リッターですから、元来エンジンも軽いであろうというところからも、こう軽快感があるのもなかなかいいところですよね。で今、こう橋の継ぎ目を乗り越えていますが、まあ、今回乗ってるのは本当に一番ベーシックな 30TFSI ということで、タイヤもそんなホイールインチの大きいもの履いていません。16インチぐらいだと思いますけれども、16インチぐらいのホイールでいいですね。しなやかに乗り越えて、まあ、でもドイツ車らしい印象はあります。そのふわふわしているかというとふわふわしていなくて、スパッとこう揺れを抑えるところは抑えてますので、そのあたりはやっぱりドイツ味だと思うんですが、なんかスポーツモデルのようにちょっとガタガタしてるなというようなところがないのもいいと思います。ここちょっと荒れてるんです。ここちょっとわざとガタガタするところをこう越えておこうと思うんですが、体がそんなに揺られません。やっぱ足回りはいいですね。この前に先ほど申し上げたように Q2 の S ラインというのに乗ってたんですが、それはかなり足、まあタイヤのせいもあるかもしれませんけど、かなり体で揺すられてたんですが、この車はそれはないですね。やっぱりこの走りのフィーリングは相当いい感じだなと思いますね。ここで、まあ、いつもやるもんですから、ここでもちょっとやろうと思うんですけれども、一旦停止からややというかアクセルをかなり強めに踏んで曲がっていってみましょう。一回ここで一旦停止で止まります。で、曲がってますから、多分前輪駆動だから膨らんでいくかなとは思うんですけれども、まあでもそんなに大きな感じじゃない。まあ元来そのパワーがね、110馬力ですから、そんなにもう、パワーが有り余るという感じではありませんから、まあバランスがいいっちゃバランスがいい、いい感じかもしれません。今回のこの A3 から一つ変わっているのが、このシフトレバー、レバーじゃない、これなんていうシフトスイッチって言えばいいんですかね。パーキングはこの P でこう押すんですね。で、D レンジ入れるときはこうするという、前後で操作させるという、これはまあ、慣れないとちょっとあれですが、慣れれば、これは一つありかなと思いますね。プジョなんかも、プジョというか、プジョシトレイングループなんかも、どうも今後、こういうシフトが、増えてくるようですから、ひょっとすると今後こういうシフトレバーがある種トレンドになるのかもしれません。でもなんかこんなにスッキリしたんだったならば、ここ前と同じようなこんなスペースなくてもいいのになと思うんですけど、ここもうちょっとスッキリさせればもうちょっとこう広い感じがする。もしくは、まあ、この車はそんなに背が高くないですからあれですけれども、左右のウォークスルーなんかもっと別のところに設置してですね、できるようになってた方がいいんじゃないかなと思うんですが、まあ、そこまでの、新鮮な感じは実はこの車にはありません。で、この辺のなんかスペースが、いいような悪いようないまいちよくわからないというような感じはするんですけれども、で、ここに、エンジンのプッシュスタートボタンがあって、こっち側にはこれは音量ですね。音量がこれ音量と選曲ができるようになっているんですが、選曲はこれ、こう押す感じになっているんです。なんですが、この音量はどうやってするかというと、こうタッチセンサーになっているんですね。これね。今、3分クッキングの中に入れてきましたけど、そんな感じで、タッチセンサーで、まあ、できるようになっている。まあ、と言いながらも、このステアリングにダイヤルがありますから、まあ、ドライバーの方はここで、やればいいとは思うんですけれども、まあ、そのあたりちょっと新しいかなという感じがしますね。それから、だんだんこの新しいアウディの車は、
エアコンのスイッチを液晶で、特に上級モデルになるとエアコンのスイッチをこうタッチパネルじゃない、液晶パネルでさせようとして、それは絶対見なきゃいけないので、私はあんまり安全のために良くないなっていうふうな話をよくしてるんですけれども、これはちゃんと物理スイッチになっています。ただこれも、まあ、今までと同じでは面白くなかったからなのかもしれませんが、こうスイッチなんですね。で、さっき乗った Q2 とか A4 なんかはこうダイヤルになっていて、ダイヤルのがこう分かりやすいし、1回で操作できる量が、自分の手の回し方で変えれますから、そっちの方がいいんじゃないかな。これだと何回もこう押さなきゃダメですからね。たくさん冷やしたいときには。だからまあ、で、同じようなスイッチが並んでるので、これがどれがどれかっていうのは、まあ、分からなくは、分からないわけじゃないんですけれども、もうちょっと、いいものは残しゃいいと思うんですよね。A4 とかあの Q2 のは運転席と助手席それぞれダイヤルがあって、それを回すことで温度調整ができたというわけですから、それで良かったんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ、スッキリ感は増したかなとは思いますけどね。で、これはファブリックシートなので、ファブリックシートにもかかわらずシートヒーターがついているというのもなかなか贅沢なところですね。これはまあベーシックなグレードだからなのか何か知りませんが、特にモード切り替え、あのダイナミックモードとか、そういう切り替えのスイッチはありません。シフトのスポーツモードの切り替えはここでできるみたいですね。手前にやると S と出ましたので S モードに入るようです。これじゃあ S モードで今度加速してみましょうか。S モードにするとアイドリングストップに入りません。このアイドリングストップに入っていないにもかかわらず、エンジンが動いているかどうかわからないぐらいの静かさはすごいもんですね。静かですね。今何の音が一番うるさいかって、エアコンの風の音が一番うるさいんです。まあ、うるさいっていう言い方がちょっと悪いですが、一番聞こえる音はそれですけど、それもほとんど気にならないというのは大したもんですよね。じゃあ今度これ、信号が青になったら S モードでちょっと加速してみましょう。このね、バーチャルコックピットがまあこれコスト削減なのか、ちょっと A3 についてるのはサイズが小さいのがね、ちょっと物足らないっちゃ物足らないですね。さっき Q2 の大きいのを見ちゃうとちょっと物足らない感じはします。まあでもやっぱり110馬力なので、そんなにスポーティーかって言うほどスポーティーではないですが、でも、軽快感と加速の印象は決して悪くありません。毎日乗る足の車としてはこれぐらいがいいんじゃないかなと思います。ただ一つ気になるのが S モードにすると何速で走ってるかっていうのが出るんですが、これが D モードにすると出ないんですね。で、これが出る車と出ない車がアウディにあるのがいまいちよくわかんないんですが、今だとこれ何速で入ってるかわかんないんですよね。5速に入ってたのが6速かな、それが出ないのがねちょっと物足りないです。ただまあ今も惰性で走ってますからエンジン止まってます。アイドリングストップ走行中にしている状態です。これはだから本当にこうちょっと考えながらですね、いかにエンジンを回さずに乗ろうかと乗ればだいぶ燃費いいと思いますよ、この車。そのあたりはやっぱり魅力ですね。で、まあこれもバーチャルコクピットで、メーターのサイズはこう変えれるんです。で、いろいろ他の情報なんかもこう見えるようになっているのはやっぱりいいところですね。これも、まあ後でやればいいなとは思うんですが、ACC もついてますし、ステアリングアシストする機能もついてるみたいですね。車間距離の調整幅はアウディはだいたい5段階なんですが、5段階、これも5段階で切り替えられるようですね。この辺りは路面がコンクリートで荒れているところなんですけれども、やっぱり乗り味は極めて、いい感じで走りますね、この車。ちょっと Q2 の方は、こう、ちょっと跳ね気味だなと思ったんですけれども、やっぱりこっちの方は足回りがよりしなやかな感じに走れますね。まめにアイドリングストップしますね。本当にこれは感心します。だ 48V の、マイルドハイブリッド、前は A4 で 12V のマイルドハイブリッドのディーゼルとか乗りましたけど、あれもね、エンジン、ガソリンの方だったかな、止まったりして、感心しましたけれども、やっぱり明らかにその、電気のアシスト量がこっちの方が大きいなというのは、
感じますね。こっちの方が1リッターのエンジンですからね。3気筒なのにこの滑らかさっていうのはやっぱり相当、うん、びっくりさせられるところです。ステアリングは今切りましたけれども非常に軽いです。まあ、これは他のアウディと同じような、軽さで、操作することができます。ここで、緩いカーブありますからもう一回 ACC を効かせてみて、白線読んでステアリング曲げていくかのちょっとテストしてみましょう。これさっき Q2 はできたんですが、これぐらいの曲率でちゃんと曲がっていくかどうか。あんまりこう手放しすると怒られますから、緩く握ってると曲がってきますね、曲がってきますね。これほとんど私軽く添えてるだけで、ほぼ車、今ちょっとやや握りが弱いから諦めたような感じはありましたけれど、運転支援システムとしてはかなり高いレベルのものが装備されているなというのはよくわかります。ただまあいろいろ魅力的なところは多いなと思う中で、やっぱりまあこれは他のメディアとかでも結構見るし、まあなるほどと思うのは、やっぱり内装の質感が悪いとは思わないんですけれども、先代の例えば S3 とかに比べるとちょっとこうなんて言いましょうね、冷たさを感じると言いましょうか。この辺もソフトパッドなんですよ。だから全然安っぽい感じではないんですが、全体的にこうここら辺なんかはこうなんて硬質のプラスチックでこうさらっとこうしてるような感じ。ここら辺も、これは金属ではないと思うんですが、金属的なもので出来上がっていて、全体的にこう冷たい感じがするんですよね。で冬場なんかはちょっとこう全体的にこう冷たさが多い感じがして、ちょっと気になるかなというような気がするのが一つ感じるところです。でもその、まあ、これに慣れてしまえばねいいとは思うんですけれども、ややこういうところの感じ、ドアハンドルの、グリップのところの触った感じ、こういうところがやや、ちょっとこう高級感に欠けるかなと。プレミアブランドの C セグメントだったらば、もうちょっとこういうところをなんとかしてほしいかなという感じはしなくはないです。でも大きな不満かというとそこまで私は大きな不満ではない。あともう一つ感じるのは、結構 A ピラーが寝てるんですよね。なのでちょっとこう頭上とフロントスクリーンの上端が近い感じがするのと、 A ピラーがなんか細く見えるんですけども、実際にはこのドアの部分の厚みと比べると結構太いんですね。それが太くて寝てるので、ここの斜め前方の四角がちょっと大きいかなという気がします。これがもうちょっと立ってるとそこまで気にならないと思うんですが、ちょっと A ピラーがかなり寝てると、ややそこちょっと気になるかなという感じがしますね。まあでもこの車は本当にその、なんか、飛ばすというよりかは、低回転からの トルクと電気モーターの力を借りながらぐいぐい走っていくというのがいいし、こう毎日乗る車としてはなかなかこういうフィーリングは悪くないと思います。アウディでいつもいいなというのは、これちょっとまだ測ってないんであれなんですけれども、シートのサイズがゆったりしていることです。特にこの座面の幅が多分これ30センチは超えてると思うんですよね。で私のあくまでも私のですよ、お尻のサイズをベースに考えると座面幅が30センチ超えると随分ゆったり乗れるなという感じがするんですが、それはやっぱりいいですね。このゆったりしたシートの感じはいいと思います。あれがないんですね、何でしたっけ、ランバーサポートがこれもついてないのはちょっとこうもったいないなと思うんですが、ランバーサ、まあ、長距離乗ってないので、このシートのが疲れにくいかどうかというところまでは分かりませんけれども、まあ、いろんな人に合わすんだったならば、ランバーサポートもあった方が本当は良かったんじゃないかなという感じはします。乗り味はいいですよ、これは本当に。この荒れたところを乗ってみても、それはすごく感じるところです。まあでもね、このパワーユニットは、これから多分この1リッターの3気筒っていうのが、こういうコンパクトクラスではもうメジャーになるんでしょうね。A3 のサイズでこれぐらいしっかり走ってくれるんですから、十分だと思います。
まあ、ただそのスポーティーに走りたいという方ではこれ多分物足らないと思うので、そういう方は、この上に2リッターがあるんですね。で本国には 1.5 リッターがあるらしいんですけれども、その2リッターを選ぶのが、いいかもしれません。2リッターになるとクワトロになりますし、値段も上がるというようなところちょっと気になるかもしれません。これは、オートホールド機能付きももちろんついていまして、今オートホールドで止まっています。でアクセルを踏むと解除されるんですが、解除されてアイドリングストップが切れるわけですけど、やっぱり静かで滑らかでしますね。とこの辺りの作りはよくできています。これ一回実用燃費がどれぐらいかっていうのを測ってみたいですね。ちょっと今日の市場ではなかなかそこまで見れませんけれども、一回数日間借りて調査してみたいなという感じはしますね。それからこれもサイドアシスト、斜め後方の視覚を教えてくれる機能なんですけれども、ドアミラーのサイドのところに光るようになってまして、これはなかなか、分かりやすくていいです。今トラックが行くかなと行かなかったですね。またちょっと映る場面があればこっちかそっちで、ご覧いただければいいなと思うんですけれども、斜め後方からの視覚を知らせてくれるのはアウディはかなり大きい表示なので、それはすごくいいと思いますね。私はね、結構この A3 はね、バランスいいし、いい車だなと思いますね。まあ、その内装のクオリティがね、まあ、先代のものに比べると、ややちょっと物足らないと感じなくはないんですけれども、車の全体的な走行のフィーリングだとか、そういうところはいいと思います。今、光りましたね。今、隣にバスがいるんですが、この、斜め後方の視覚を教えてくれる機能は、すごく明るくて大きくて分かりやすいと。いうのはいいと思います。で、これで、車がいるにもかかわらず方向指示器なんかを出したりすると危ないよということでフラッシャーします。ちょっと今やってみましょう。こういう感じでパッとね、こういうのはね、なかなかよくできてるし、安全に対して、非常によく考えられているというふうに思います。もう今アイドリングストップ入ってるんですよ。20キロぐらいからもアイドリングストップに入るので。まあ、そのあたりは塵も積もればというところだとは思うんですけれども、かなりよくできていると思います。あとはもう、本当に、特に操作系で何か難しいところはないですし、非常にわかりやすい。ここのディスプレイなんかもかなり大きいものが採用されているので、これはいいんですが、これもね、A6 以上ぐらいかな、になると、こう、触ると、クリック感があるディスプレイが使われていて、それは私好きなんですが、この高いんでしょうね、あれはね。この車は残念ながらそこまではなっていません。まあ、改めてじっくり乗ってみて、この A3 やっぱりいいなと思います。私はね、これにね、ディーゼルがね、欲しかったんですよ。このディーゼルが出たらとっても欲しいんですけれども。まあまあ、そんなのが出るのも期待しつつ、これからの A3 どんな進化していくかっていうのを楽しみにしたいと思います。チャンネル、はい、アウディの A3 スポーツバッグを今回はご紹介してまいりましたけれども、まあ、前回のね、ショートインプレッションの時もなかなかいいフィーリングだなとは思ったんですが、今回はじっくり乗ってみて、やっぱりこのマイルドハイブリッドのシステムすごくいいですし、なんといってもね、その全てにおいて滑らかなんですよね。アイドリングストップに、それは停止時にアイドリングストップに入るとき、かかるとき、それから走行中なんか本当にもう音でさえわからないというようなところ、そのあたりよくできている、このパワーユニットはよくできているなというふうに思いました。まあ、ただ、ちょこちょこやっぱり見ているとですね、コスト削減は確かに見られるのは確かです。例えばさっきもちょっと気づいたんですが、カップホルダーの周りあたりも結構硬質なプラスチックで、こう触ってもなんかちょっと、もうちょっと高級感があるといいなと思うところがあったのも事実ではあります。まあでも逆にそれ以外のところ、安全システムもかなり高度なものがつきましたし、パワーユニットもかなり、魅力的なものついていますから、まあ、そっちの方で頑張った分、まあ、多少しょうがないのかなという気はしなくもないなというふうには思いますね。全体的にまとまりはすごくいい車だなというふうに思いました。ぜひこの魅力的な A3 スポーツバッグを試乗しにですね、アウディ名古屋に、まあ、事前にご連絡はいただいた方が確かだと思いますが、お越しいただいてご体感いただければ幸いでございます。ぜひゴーカーチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。
そしてこの動画良かったなという方は高評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。今回もゴーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。